ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか。インフィニットコンバーテ、アイズさんにお会いできて僕嬉しいです。ゲームの設定を変更するんですね。ゲームの設定を変更するのかい？アイズさん、新しい冒険行きましょう。遠い昔、無限の時を何一つの不自由なく過ごすことに飽きてしまった僕たち神は、さまざまな無駄を抱えながらも懸命に日々を生きる子供たちに娯楽を見出し、下界に降りてきた。下界に降りた神々は、一時一時を懸命に生きざるを得ない不自由。しかし神々は、そんな不自由さや戸惑いにさえ喜びを見出したんだ。そして神々は決めた。不自由とは無縁の生活を捨てて、不便極まりないこの世界を大いに楽しみながら、子供たちがそうするように日々を助け合い、この下界で永遠に暮らそうと。僕たちが子供たちに与えられるのはたった一つ、恩恵という名のモンスターと戦う力だけ。恩恵を与えられた子供たちは、その神の眷属ファミリアになる。ここは迷宮都市オラリオ、ダンジョンと共にある町。地上に降りた僕はここで一人の少年と出会った。名はベル・クラネル。僕の唯一の眷属、ヘスティア・ファミリアのたった一人のメンバーだ。ベル、冒険者なら出会いを求めなくちゃな。醜悪なモンスターからか弱い女冒険者を助け、感謝されいい仲になる。これぞ冒険の醍醐味ってやつだ。ベル君、おい、ベル君。あれ、神様。ずいぶんと幸せそうな顔をしてたじゃないか。もしかして僕の夢を見ていたのかい？違いますよ、神様。そこは気を持たせてくれよ。まったく、どこまで正直なんだ君は。すみません。謝る必要はないよ。そこがベル君のいいところでもあるんだから。ところでベル君、今日もダンジョンに行くのかい？はい、そのつもりです。頑張って早く強くならないといけませんし。頑張るのはいい。でも君はまだ冒険者になって間もないんだ。絶対に無茶をしちゃいけないよ。僕は君に何かあったら一生泣いて暮らすことになる。それだけは忘れないでおくれ。分かってますよ、神様。
のか。いや、絶対に分かってない。僕の乙女心を少しも察してくれてない。じゃあ神様、ダンジョンへ行ってきますね。ああ、うん、本当に気をつけておくれよ。わかりました。エイナさんは。あれ、ベル君。あ、エイナさん、こんにちは。こんにちは。これからダンジョンに行くの？はい、今日はもう少し奥まで潜ってみようと思ってます。そっか、それでどう？ダンジョン探索にも慣れた？はい、そう。ねえ、ベル君、ダンジョンに行く前に少し時間をいい？いいですけど、何かあるんですか？冒険者の多くは、ダンジョンに慣れた頃に痛い目に遭うんだよ。だから…まさ…ん？その顔はな…僕、ちとも調子に乗ってません。だから、勉強会は…ベル君、おごりは禁物。復讐は大切なんだからね。それに、慣れてきた今こそ基礎や基本を思い出すべきだと思うな。じゃあ、気をつけてね。危ないと思ったらすぐに引き返すんだよ。はい、わかりました。おかえりなさい。クエストはどうだった？はい、うまくいき。またダンジョンに潜るよね。準備ができたら声をかけてくる。わかりました。
Pick, 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 pick